新位6号拳の最大の特徴は、敵を一撃のもとに打ち倒す強大な発形にある。発形とは筋肉の局部的なパワーとは異なり、意識の集中を通して全身の力を無駄なく統合させ、一点に集中することにより生み出される常識をはるかに超えたスピードと爆発的なパワーなのである。強力な発形は時として体の表面を傷つけることなく、内臓を破壊するほどの威力を発揮する。発形には大別すると明形と暗形の2つがある。明形は動作を大きく取り、加速をつけて打つため爆発的な破壊力を持っている。ポイントはまず全身をリラックスさせる。そして大地を踏みしめることで生じる力を、足から腰、背中を通って肩、腕などに無駄なく伝達させるようにしてバランスを保つ。そしてその上で全身の力を統合し、一点に集中していくことにある。打撃動作がはっきりしており、打たれたものが弾き飛んでしまう明形に対し、敵と接近密着した状態から放たれ、その威力が体内に浸透して崩れるように敵を倒す打法を暗形という。動作が大きい明形が反面敵に攻撃を読まれやすいのに対して、暗形はノーモーションで近距離、または密着した状態から放たれるため、避けることは極めて難しい。しかも打つ方向、力の方向が見えない。暗形と呼ばれるのはそのためである。暗形は明形以上に高度な発形であり、それだけ習得は難しい。明形は力の伝達をはっきり意識して行うが、暗形はそれらの力を一瞬にして強調させなければならない。そのために高度な精神集中が要求されるのである。
真意六号拳は一身に七拳を備えると言われる通り、頭、肩、肘、拳、また、膝、足が連続的に相手が倒れるまで繰り出される。これらの一撃一撃は大砲のごとく力強くスピーディーであり、それが凶暴で危険であるというイメージを持たれる理由となっている。細かいテクニックなど吹き飛ばすかのように敵の中に踏み込み強烈な一撃を打つ。客斎中門とはインファイトの原則を言う言葉である。鍛刀とは肉体と精神の潜在能力を導き出すための重要な伝功法である。洋式刀、片足を前に出し、後ろ足7部、前足3部の割合で重心を保ち、手は腹の前で物をつかむような感じで構える。気の塊を丹田に意識し、肉体はリラックスさせるが、気分的には噴火寸前の火山をイメージする。長時間この姿勢を保つことで、いつでも戦いに臨めるような精神力を鍛え上げるだけでなく、下半身の筋力の強化の役割も果たしているのである。有式刀、洋式刀より後ろ足を深く曲げ低い体勢になり、熊が敵に襲いかかる寸前の緊張する一瞬をイメージして立つ。携帯刀は真意六号拳の最も重要な姿勢である。上体をまっすぐにし、腰をひねり、前足と後ろ足が一直線になるようにする。深く曲げた後ろ足の膝を十分に絞り、尻が出ないように注意する。すべての姿勢に共通することは、正面から見て鼻先、手先、足先が一直線に揃えられていることである。この三尖総称を意識することで急所をカバーし、攻撃力を増大させるのである。洋作派では鍛刀によって養われたものが外三号、内三号という形をとって現れる。洋作派のポイントは、力まずに体重の移動を明確に意識し、下半身の力を上半身にスムーズに伝達させることにある。この肉体の動きを強大な発形として一点に集中させるために、手と足、肘と膝、肩と股が強調しなくてはならない。これを外三号という。また心と意、意と気、気と力を強調させることを内三号という。真意六号の名の由来でもある。洋作派は実践用法として重要なエッセンスを含んでいる。敵がついてくる。片手で攻撃をさばきながら体を密着させる。密着した状態より発形し敵を弾き飛ばす。別法として膝蹴りを決めるという方法もある。
最軽歩とは真意6号拳で最も多用されるフットワークである。最軽歩は軽体等の姿勢から低い体勢を保ったまま歩く。腰をひねることで攻撃を受ける面積を最小限にし、後ろ足を絞ることで筋敵をカバーするとともに推進力を増すのである。伸脚とは強く足を踏み下ろすことで瞬間的に体重が増しパワーアップされる技法を言う。踏み込む力の反作用を利用することで強大な打撃が可能になるのである。最軽歩に秘められている低く強力な蹴りは敵には見えないほどわずかな動きで行われるため安泰と言われる。最軽歩には上半身の動きをつけることで実戦に即応用できる練習法がある。流暢棒は敵の攻撃をさばきながら接近するための技法である。追風貫月は前進しながら腰を切る力を利用して前手を跳ね上げ筋敵を打つ技法である。攻防において当たり負けしない体を養成することを肺打攻という。激手は肩関節の柔軟性を高め手のひら手の甲を打ち合わせて鍛錬する方法である。ポイントは肩腕の力をできるだけ緩め胸の介護を意識しつつ体全体の力で行うことである。顔とは体当たりのことである。体全体の打たれ強さを鍛えるだけでなく熟練すれば恐ろしいほどの破壊力を発揮するようになる。接近戦を得意とし体当たりを多用する真意6号拳では重要な訓練である。
攻守は敵の手を掴んで崩す練習法である。ポイントは上半身の力みを抜き、腰から発する力を有効に手首に伝え、全身で相手の手首を決めることである。熟練後は一瞬で敵を身動きできないようにすることができる。他は敵の蹴りを見切る練習であり、線は見切った後最短距離を通って敵の懐に入る練習である。水手は実戦三打の前段階として練習されるものであり、相手と組んだ状態から重心を崩し合う練習である。水手はまた相手の動きに逆らうことなくついて行き、相手の力を無と化す家計を学ぶ練習でもある。真意6号拳では戦闘時において使われる力、すなわち形を大きく5つに分類している。斎とは踏みつける力のことである。真意6号拳独特の低く小さな蹴りはこの斎の力によって行われる。僕とは、虎や熊が獲物を襲う時のように殴りつける力のことである。かとは巻き込んだり受け流してしまう力のことである。敵の攻撃は何の抵抗も感じないまま引き込まれたり流されたりして重心を崩してしまう。
宿とは身を縮めることによって生じる力のことであり、相手の攻撃を引き込み次に発する攻撃の力を貯めるのである。縮めた体を元に戻す力を利用して攻撃するのも宿の一つである。堤防が決壊する時のように手を休めず激しく攻撃し続けることを決または絶という。インファイトを得意とする真意六号拳には六芸または神聖六式と呼ばれる独特な体の使い方がある。形態とは地面を強く踏みしめ、踏み出す際の足運びは鶏のように軽やかに行うフットワークを言う。流用とは腰をねじることにより全身に大きな力を生じさせる技法である。十分に腰をねじれば戻す際の力を利用した発形もより強大となる。有望とは熊のように堅固で強力な腕のことである。鍛え抜かれた腕は一撃で敵を倒し、敵の剣速をへし折ってしまうほど強力である。妖槽とは鷹の爪のごとく指を湾曲させ強く掴むようにする力のことである。技においては掴んで引き崩したりかきむしるようにすることもできる。虎砲塔とは虎が獲物に飛びかかる姿をイメージした技である。手を頭上に持っていくことで防御をも兼ねている。
雷声とは発慶の瞬間に出す声のことであり、単なる気合とは異なり、丹田に蓄えた気を爆発させる導火線の役割を持つ。発慶の際の呼吸は逆腹式呼吸となる。強大な発慶を行うには大きな肺活量が必要である。大きく吸い込んだ気を丹田に落とす呼吸法は雷声とともに本来秘伝でもあるのだ。十大形とは、動物の動きをヒントに考案された真意六号拳の秘伝技である。一つ一つは単純な短い道路であるが、正しい発形を身につけることで恐ろしい破壊力を発揮する。流長棒は体を柔らかく回すことで敵の攻撃をさばきながら接近してゆき、体当たりや頭突きを行う技法である。流形体壁は敵の攻撃に対し退くことなくサイドに回り込み、密着して敵の動きを制してしまう。十字流形王は敵の攻撃を防御すると同時に死角より急所を打つ技法である。古木派は敵の攻撃を叩き落とすと同時に猛烈な勢いで前進し、両手で打つ技である。丹虎砲塔は
攻撃と防御を一瞬のうちに同時に行う絶技である。後継消火は攻撃を柔らかく巻き込むように受け流すことで敵に接近する手技である。高寿村は攻撃を外へ受け流すと同時にカウンター攻撃を打つ技法である。矢場陳宗は攻撃をかき分けるように流し双剣を叩き込む。矢場本宗は攻撃を受けると同時に手が円を描き逆に裏剣を打ちつけていく。蔡慶甫は己の急所を守りつつ敵のすねを蹴り同時に手を跳ね上げるようにして急所を打つ。蔡慶隊は攻撃を引き込みながらカウンターですね蹴りと体当たりを行う。警報職は敵に接近し防御と同時に手をかち上げて攻撃する。
遠視入走は紙一重で攻撃をかわしつつ密着し跳ね飛ばしてしまう技である。遠視小水は低い体勢で攻撃をさばきつつ立ち上がる勢いで跳ね飛ばしてしまう。蛇出刀は蛇がうねるように接近し腰の切れを利用して肘打ちをすり込むように打ち込む。追風寒月は腰の切れを利用し腕を跳ね上げ敵の急所を打つ。蛇形先見は敵のすねを蹴ると同時に踏み下ろす勢いで中段を突く。蛇発走は攻撃をさばいて密着し巻き込むように敵の剣速をくじいてしまう。容姿三点は前進しながら攻撃を流し死角より拳を突き上げる。
陽子乳輪は攻撃をかいくぐり、死角より体当たりで打ち倒してしまう。妖足は強力な握力で敵の手を掴んで引き崩したりかきむしってしまう。小刀は前進しながら攻撃を引き込みつつカウンターで打つ。短波は接近してから手の甲で顎をかち上げ、戻す勢いで手のひらを叩き込む。真意六号拳の秘伝を一つの型にしたものが四破水である。真意六号拳では先人たちの命がけの真剣勝負の中から確実に敵を倒せると実証された技のみを四破水という形で現在まで伝承している。真意六号四破水は門外不出の秘伝絶技なのだ。この四破水の最後には妖足破と呼ばれる技が入る。これは頭突き、小打ち、体当たりが同時に繰り出されるという荒々しい技であり、真意六号拳の代表技となっている。四破水の用法をいくつか特別に公開しよう。
自由に打ち合うことで攻防技術と勇気を養う実戦訓練である三打と三打練習を紹介しよう。三打練習は実際の三打を始める前に多用される技を取り出し体に覚え込ませるための反復練習である。そして三打が始まる。三打において重要なことは多くの技を使うことではなく得意技を徹底的に磨きそのためのコンビネーションを作り上げることだ。武術の本質は戦うことにある。新位六号拳は長い歴史を持ちながら様式化することなく今なお凶猛な牙を研ぎ続ける実践伝統武術と言えるだろう。新位六号拳では槍は八景の強化法として練習される。
新位六号拳の創始者木齋華は槍の達人であったという伝説もあり、剣法と共通する部分も多い。長く重い槍を操るにはごまかしが効かないため、正しい動作、正しい発形を行わなければ技ができない。槍はいわば剣法のフォームを生かしたウエイトトレーニングとして合理的な練習法であると言えるだろう。新意六合拳是中国四大名拳之一。中国の四大名拳のうちの形意拳の原型であり、すでに数百年の歴史を持っています。この拳法は接近戦に優れ、豪打凶猛で知られており、その高い実践性は歴代の武術の名人たちからも高い評価を得てきました。明の末から清の初期の人、木齋華氏が創始したものといわれるこの拳法は、長い年月の間に多くの流派と独特の風格を持つようになり、同時に深遠な理論的基礎を備えることで、八卦掌や太極拳にも影響を与えるに至ったのです。新意六合拳は中国人民の優れた文化的遺産であり、また人類共同の文化遺産でもあります。新意六合拳は数百年の間、中国の河南省、陝西省一帯の少数民族である回族の中だけで秘密裏に伝えられてきたもので、近代に至ってようやく漢民族に伝わり始めました。その中で最も功績の大きかったのは、河南省出身の盧崇光先生です。私がここに日本の武術仲間及び愛好者の皆さんにこの拳法を紹介するのは、この拳法の価値をさらに広い地域に伝え発展させ、より多くの人々にその意義を知ってほしいからなのです。内容は新意六合拳の連攻法と道路の一部分、そして盧崇光先生に代表される河南派新意六合拳のいわゆる十大形と呼ばれるものなどです。この小さな作品が少しでも皆様の参考になることを願っています。この優秀で古い憲法に対する皆様の興味が大きくなり、研究がさらに深まり、また現代社会に対しての効用、つまり自らを強くし守る効用があり、また病気を治し寿命を延ばす妙法も備えていますが、こうした効用がさらに開発されることを期待しています。この作品は未熟であり、各位の批評をお待ちします。合わせて雑誌ウーシュー編集の方々、および私を支持し協力してくださった日本武術界の仲間たち、武術愛好者たちに深く感謝いたします。武術界同仁、借武術界愛好者的一致深切的感谢。